ゴルファーのためのクレジットカードゴルファーズプラスカードが登場しました。このカードはポイントカード機能、クレジットカード機能、さらにゴルファー保険が一体となったカードです。このカードで決済すると最大 3% のポイントが還元されるので、そのポイントを使ってたくさんゴルフに行きましょう。このカードにはゴルファー保険がついているので、安心してゴルフを楽しむことができます。ゴルファーなら持っていて間違いなしのカードなので、お早めにお申し込みください。ほなみです。たえです。はい、カメラじゅんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、マッチプレーしていただきたいと思います。ルールちょっとアレンジしていて、勝ったホールのスコアによってポイントが違います。バーディーを取って頑張って勝負してもらいたいなと思ったので、今回はバーディー2ポイント2アップ、2人ともガンガンバーディーを攻めてもらいたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。雨がすごくなってきちゃいました。12番ホールパー4、364ヤードです。完璧。ちょっと右だ。落ちてくる。落ちてくるね。どうしなかった。落ちてきた。フェアウェイまで来たよ。ナイス。ああいう作戦か。そうだよね。寒いよね。間に行くでしょ。よいしょ。お、パリ。あ、二人とも同じとこじゃん。また同じとこ。よし。今回は勝ったぞ、タイちゃんに。距離？多分135ヤードぐらいだ。135？はい。何番ですか？7番です。7番。もう ほのちゃん2点チャンス取り返さない。だいちゃんはちょっと右に外れました。姉で、さあパーでも点数が取れるチャンスです。惜しい。オッケー。ありがとうございます。ナイスオッケー。さあ、ほのちゃん、バーディーパット、これを入れれば。最
ちゃんさ、今結構なんか強く打ったからどれぐらい切れるかわかんない。しっかり打っても、ま、意外と切るから、ね、ナイスパナイスパ点え、今切れなかったのか。切れなかったね。そうですよね、うん、私はだいぶしっかりめに打って切れたんだけど、もうちょっと下だったからかな、ね、ちょっとね、私、うん、下でしたよね。まだ1点勝ってます。今も入れなきゃよかった、セーフ。私としては確かにまだ大丈夫だ。一点ね。一点ね。じゃあざっくりした。そ下がぬかるんじゃってたから、うん、肩もありだなって思ったんですけど、ちょっとそれじゃかっこ悪いと思って。チップインバーディー、ね。そう、チップインバーディー取りたいみたいな。やったら着ってやっちゃいました。あのとこは肩でっちゃで。なんかだいぶ肩で。パダーの方がまあそこそこは寄ります。入れるなら、入れるならチップインの方が私はなんですけど、一定取り戻しました。はい、じゃあここで、うん、また取って、うん、バーディーですね。逃げるよ雨なのにね。ちょっとリンゴルソックスでした。そう思ったよ。本当だ、本当だ。なんかさ、タイツの上からこういう靴下ってあり、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 ほんと、うん、懐かしの、うん、懐かしのね、リングルソックス。その頃もらった薄ピンクね。あ、ほんと、薄ピンクなんだ、うん、あ、そうね、ありますよね。薄ピンクと水色となんか線入ってたっけ。私の入ってなかったです。そうだよね、うん、いつもあのマークだけで、あの後ろにリンゴの、うんうん、これね、あのリンゴロープの結晶でもらった。あれ、じゃあ私はもらってる。あの AI キュービーよりももう後のになんか2月か3月ぐらいに来ましたね。うん、やった。それの時にもらった気がする。 OK、 どこにある。果たせないかな。やっぱ右行った方がいいか。マーカーもね。あ、マーカーもリンゴだったんです。今日はリンゴル、はい、リンゴルリンゴルで揃えてきてる。揃えてきました。13番ホールパー4、364ヤードです。ちょっと右だ。逃げすぎた。あー、オッケーオッケやばい。あ、大丈夫です。下にあるけど。下にある。なんか白くいさ、あれ、あれ柔らかいです。あ、でじゃあ大丈夫か、うん、でもこれから強くなってくるんですか。もっと、うん、の予報だよね。やばくないですか。やばい。うん、8ミリ。それが昨日の予報だとしたら、うん、10時ぐらいに土砂降り。やばいかもしれない。今9時か。うん、ちょっといいや。私はクリアしたのかな。ライちゃん、ちょっと左に落ちてしまいました。うわー、これは上ですか。レイアップ。
オッケー。170ヤード5番ユーティリティです。5番ユーティリティ。さっき170でオーバーしたのでまた合流で行きたいと思います。そのパンツかっこいいね。どこだと思いますか。トミーって感じ。見えてる。見えてた。でもゴルフ？ゴルフめっちゃ動きやすいですよこれ。いいね。でも寒いから、うん、ヒートテックも着て。2枚なの？2枚です。へえ。無敵です。でも今日帰る7枚もって。そんな貼ってるの？1、2、3、4、5、6。あ、6枚か。6枚。うん。なるほどね。寒いとね、うん、それでもやばい、寒い、手が。そうだよね、手がね。おー、ナイスオン。でかいかもしれない。そう？本当？うん。大丈夫かな。大丈夫そう。たくさん出たかった感じ。そう、分かんないよね。そう、分かる分かる。でぴったりそうだったよね。うん、手前から乗りましたよね。うん。私のボールが、あ、花道にあった。どこまで行っちゃうか。なんか2人とも大人になったね。どうですか。なんか、何も変わんないけどな。あ、でかい。あ、でかいね。あ、でもさ、グリーンがこうなってるんじゃない？かな。もう、もう分かんないね、距離が。うん。ほのちゃんは左にオーバー。オーバー。40ヤード。40。はい。52で。52度。はい。お、いい感じ。ちょっと大きい？どうですかね。行ってみよう。行ってみよう。でも今結構ガッて入れたね。そうです。なんかグリーンがだいぶぬかるんできたから、うん、ちょっとドンって止めるイメージでしたんですけど、ね、あ、ちょっと転がっちゃった。うん。さあ、パーパット。二人ともパーパットです。惜しい。ありがとうございます。4枚ボギー。ダメだ、これじゃほのちゃん楽になっちゃいますよね。そうだね。これだって入れたら1点。ナイスパー。もう並ばれちゃった。イエーイ。イーブン。イーブンです。結構バーディーってでかい？ 2 個。2個ね。やっと一つ。うん。バーディーパット。バーディーパット打ちたいのに打てない。乗ってない。そろそろバーディーパット打ちたい。ああいうパットって緊張する？な
ちょっとするかな。あ、ちょっとするんだ。あ、でも試合だったら結構、うん、シビアだから、うん、一打一打が、うん、結構する。あ、そうなんだ、うん、するよね。いや、でもさ、ママちゃん緊張しなさそう。しなさそう。するする。緊張するんだ。するよ、結構。え、なんかこれ入るかなみたいな。あ、思うんだ。なんか普段だったら全然、うん、なんかプライベートとかだったら、うん、結構ポン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 打てるけど、うん、なんか試合になると、うん、なんか動かなくなるかな、手が。あ、手がね。なんか大丈夫かなみたいな。素振りで超動かすみたいな。そうだよ、ね、そうなんだ。いつも何着る？ザラ。あ、ザラね、私はザラ着る。もっぱらザラです。ザラいいね。ザラ行けばとりあえず可愛いのある。どこ着るの？ザラ多いよ、ザラ。うん、あとユナイテッドアローズ、うん、うんうんうん。へえ、そうなんだ。ジェンちゃんなんですけど、もう OL って感じの私服ですよね。え、見たことないんだよね、ジェンちゃんの私服。あ、私の何コンセプトかな。ジェンちゃん私服着ます？着るよ。だってほぼ毎日飲み歩いてるよ。でもあの私服で会ったこと見たことない。あ、そうだよね。うん、じゃあ今度3人で飲み行きます。あ、いいね、いいね。ごちそうしてあげるよ。お酒の飲み方を教えてくださいよ。趣味を食べる。同じペースで。ついていけないよ。マジで？多分。めっちゃ口悪くなるよ。え、もうダイソン？ダイソンって。なんかそのさ、その表現大丈夫？あの流れちゃうってこと？すぐ。いや、流れ。吸い込み悪い時もあるよ。飲めないみたいな。うわあ、今日きついなって思った時はテキーラとかギュッてやると。一気に寝た。なんできついなで止めないんですか？きついの、さらにきついの入れちゃうんだ。そうすると酔っ払って飲めるようになるの。まあ、いけるってなる。だけど、あ、今日使いきついなみたいな。え、ワンちゃんどうするんですか？帰ってきて。帰ってきて、ワンちゃんとうーって、おやすみってやる。やばー。でも2匹ってめっちゃ大変そう。なんかもう1匹でも大変なのに。そうね、意外と大変だよ。ですよね。手かかるよね、ワンちゃん。